おいす、こんにちは、おめです。はい、今回もハイペン落ちました。今回もですね、ファイナルファンタジーコラボの新キャラを発表していく、発表していくつか、まあ見ていこうと思うんですけども、今日はね、なんかすごいキャラいたね。すごいキャラいた。これは何が何でも入手っていうキャラクターがいましたんでね。まあ皆さんもご確認の上かもしれないですけどね、見ていきましょう。まず1体目がミンフィリアという光属性のキャラクターです。バインドスキブ2個の封印お邪魔完封、回復 L 字があるのでスキブは合計で最大の5ですね。はい、5でございます。スキブ5個枠にできますよ、 L 字持ってますよと。でバランスタイプですね、24ターンの2ヘイスト変身ですね。これが非常に強いかなと思いますね。で、あとは全ドロップ強化もまあ地味にありがたいかな。24ターンなんで、まあ使えるヘイストにはなってくるでしょう。リーダースキルは操作時間20秒固定ですね。20秒固定ってなかなか珍しい気がする。15以上の固定って、まあいるっちゃいると思うけど、あんまり見ない気がしますね。で、変身後は、バインド、封印、お邪魔か。まあこの辺は一緒ですね。この辺一緒で、回復ドロー強がプラスで2個つきましたよ。チーム HP 強化、これいいっすね。アルラウネ的な感じですね、夏休みのね。覚醒はすごくいいと思う。うん、覚醒全般的にめちゃくちゃ評価は高いですね。これいいと思います。で、ステータスに関してはまあ言うて普通かな。回復力がちょい高いかなぐらいで、その他は別にそんなにかな。まあ攻撃力は正直いらないですね。合ってないようなもんだと思います。で、3ターンスキルですよ。1ターンの間操作時間、回復力、光属性のエンハンスが2倍のドロップを解除してからの回復ドロップね、5個生成してくれますね。うん、まあ良くも悪くも汎用性の高いキャラクターかなと思いましたね。最近の編成の傾向的に、なんかあんまりこういう枠だけのキャラクターって使わないけどって感じかな。回復生成があるのでっていうのはあるんですけど、例えば操作時間延長と無効貫通が同時にできるよとか、まああとは光属性のエンハンスプラスアルファで吸収無効とかなんかできるよとか、まあそういう系のスキルを入れたりとかね、するケースはあるんですが、本当にこの対応敵のギミック、厄介なギミックだけを対応する用のスキルっていうのはあんまり最近入れてないような感じが見受けられるので、この枠がね入るのかどうかがちょっとどうなんだろうっていう、これは様子見ですね。ちょっと僕の中ではちょっと様子見かな。この役割で編成に入ってこれるか、まあ入れるんですけどって感じ。まあ、敵のデバフがすごいうざいようなダンジョンには強いかなって感じですね。もう本当に操作時間は短縮は来るわ、次の階層で回復力来るわ、攻撃のデバフも取り返したいわと、そういう感じの結構敵が操作時間系とかのギミックをいっぱい打ってくるようなダンジョンでは使いやすさだいぶ高いと思いますね。うん、最近のダンジョンだとまあどうしても吸収無効、無効貫通、あとは軽減ループだったりとか、あの辺アレンドとかが結構いい例ですけど、あとはチューとかエンハンスできながらの、軽減ループとか、ああいう枠はねすごくいいなと思うんですけどね。ちょっと様子見だね。でもね、持ってはおきたいかな。覚醒はめちゃくちゃ強いからね、全然採用の余地ありかなと思いますね。で、リーダースキルはまあ先ほどの20秒固定と、光属性全般4倍の光2コンボで7倍の酸化酸ですね。まあ、操作時間20秒固定っていう特徴的なものがあるけども、その他に関しては普通でしたといった感じですかね。はい、続いてドット進化です。バインドスキブが4つ、封印指プラ、L 字がプラスで2つ、十字があって、2A があって、なんかもういろんな組み方、もうランダム加点は任せてくださいみたいな。何でも加点しますよみたいな。これ、4勝ちで欲しいね、この辺。これ4勝ちで欲しいですね、こういう覚醒ね。で、ステアップありますよって言った感じですね。アシスト無効解除しながら暗闇解除できて消せない潜在も触れるよみたいな、そんな感じの性能です。ステータスは HP1 万超えてて強い。お、回復力も高いですね。まあ、攻撃力は別にって感じ、いらないですけど。6ターンスキルで消せない系は、まあ、全回復ですね。覚醒の全回復。3ターンの間3コンボ加算というちょっと特徴的なものがありますね。で、回復ドロップが落ちやすくなる。あ、結構降ってきますね。落ちやすくなるっていうことなので。目覚めとしてもまあ使えますよと。まあちょっとこの下の分が特徴的なところはあるがって感じかな。まあ別にどうしても欲しいような性能には見受けられないかなといった印象ですね。覚醒どうかね、これね。なんか、まあ別にかなとか思ったりするんですけどね。リーダースキルは光の2コンボ半減。まあ 2.2 倍半減ですね。固定ダメージ持ちの26倍っていった感じで、まあ別に特段そんな特筆することはないかなと。はい、続いてアシスト進化です。バランスタイプ用のスキブ2個ですね。で、指プラチーム回復のこれで2ヘイストですね。99ターン回復ドロップが少し落ちやすくなるので、まあ目覚め大概上書きされるっていう話なんですけど、高難易度だとね。ただ回復の複数セットとかを組んでいくような、言ったら、あいつですよ。なんとか&なんとかですよ。全然忘れた。
いや、めっちゃ言うてこう、精霊アンドリース、それ。とかみたいな、回復の2コンボでどうのこうのみたいなキャラクターには相性のいいスキルかもね。初手打ちとして強いんじゃないかな。回復力も上げてくれるし、スキブ2個だけじゃなくてね、ちゃんと指もあってチーム回復もあるので、まあ使いやすい部類にはなってくるんじゃないかなと思いましたね。武器はまあそこそこかなって思います。はい、で先にちょっとこっちを紹介したいですね。今日のぶっ壊れキャラなんですけど、ハイウィンドなんですけど、まあアシストですね。ちょっと条件があるので次に触れますが、まず武器ですよと。でスキブ、泥強、核色プラスで持ち、回復以外ですね。だからアムロさん持ってないよって方いるんじゃないかな。アムロさんって言ったら来ないになるか。アムロ持ってないよって方もね、結構多いかもしれない。ガンダムコラボの時やってなかったとかね、そういう方もいるんじゃないかなと思うんですけど、まああの辺よりもいいんじゃないみたいな。回復努力強こそないですけど、あの辺よりもね、スキルとかも強くてだいぶいいかなって思うんですよね。13ターンで1ターンの間操作時間3倍、76にしてからの2ターンヘイストですね。この武器マジで人権になってもおかしくないレベルだと思いますね。今のダンジョンどうしてもね、努力強プラスで全色を補いたい。よくアムロとかつけてると思うんですよ。アムロだったりアテンだったりとかね、カイドウつけたりとかグレオンつけたりで、いろんな努力強持ってると思うんですよ。っていうところをまあ1枚でカバーしてくれるような感じですね。なんでこれはもう絶対手に入れてほしい。マジで何が何でも本当に。ただこれがじゃあ何ガチャ引けば出るのとか、黒メダルで交換で出るの、交換で手に入るのっていう話じゃなくて、はい、コロシアムのクリアで、手に入りますよと。ハイウィンドはシドハイウィンドというキャラクターをリーダーにして、ファイナルファンタジーコロシアムをクリアしたらもらえますよといった感じになっております。じゃあそのシドハイウィンドというキャラクター、これがどんな性能かというと、はい、こちらですね、レアリティは4ですね。なのでガチャ排出だと思いますけど、星4なんで、まあちょい引けば一応出る、無料分からもワンチャンみたいな感じの性能なのかな。でバインドスキルプラス封印操作が10強3つチーム HP2 個ステアップと。で、HP9003、まあ高いですね。で、攻撃力もまあまあちょい高いぐらい。回復力はそんなにですね。6ターンスキルで2ターンの間操作時間2倍と76にしますよと。1ターン後に1ターンの間、貴族性の攻撃力10倍ですね。まああれだね、千歳千里みたいな。1ターン後に、攻撃力10倍。千歳千里のあれはスキルだった、武器だったっけ、本体だったっけ、忘れた。武器だったかな。ああ、いや、本体か。本体だったね、確かね。攻撃力、機械属性10倍みたいなのあったよね。で、アンナンビスですね。まあ、一応これ、撃ったターンに攻撃力、デバフ取り返せますんでね。で、リーダースキルは機動性全般の3倍軽減の固定値ダメージ持ち。まあ、言って、まあ、星4っていうこともあるので、多少控えめな性能にはなってるんですけど、まあ、それでもね、覚醒、無難に優秀ですし、チームシーン持ってるの強いと思うしね。まあ、スキル内容は操作時間上げて76にするよーっていうところなので、まあ別になくてもみたいな感じかな。そんなにスキルに魅力は感じないですが、覚醒はレアリティ4でこんだけできてれば十分かな。操作力あるもんね。なかなかいいと思いましたね。だからこれをリーダーにするので、コンボすればいいだけなので、7コンボ以上で軽減なので、まあ正直いろんな編成組めるかなと思いますね。リダチェーン、アシスト無効なのかな、コロシアも。ちょっとわかんないですけど、まあ、クリア自体はね、言うてできると思いますね。ファイナルファンタジーコラボキャラのみでもいけるんじゃないかなと。貴族性全パラメーター上げなんで、キパの方がいいっちゃいいんですけど、まあ、またちょっとコロシアムのね、ギミック次第なところはありますが、一応、組みやすいような編成で、組んで動画は出そうと思うので、そちらもね、良ければ、参考にしていただければなと。シドハイウィンドだから絶対に引こうねって話ですね。ハイウィンドが絶対欲しいから、シドハイウィンドも漏れなく絶対引こうねっていう。まあ、そんな感じですね。レアリティ4でね、沼る人も結構いるかもしんないんでね、その辺は怖いかなって思いますね。で、ドットに関しては、バインドスキブ4つ、封印指プラで、7強プラ3つで、冬持ってますね。これ飛べるんだ。で、チーム HP 持ちですよと。スキル6ターンで2ターン回復力半減からのダブル吸収無効ですね。まあ、別に特段すごい欲しいとも思わないかなっていう感じ。6ターンで吸収無効2ターンとかは、まあ、ザラにいそうだしなっていう。デメリットつける必要あるんかな、みたいな。まあ、よく言えば上書きなんですけどね。で、リーダースキルは2倍半減。まあ、そんな強くないですね。ドットは対象にならないのかね。さっきの。進化前のやつだけ対象なのかな。手に入れるってなったらね。多分、進化前だけかもしんないですね。で、武器に関しては、雲あって泥強2色プラスですよといった感じ。まあ、悪くないですね。全然、持っといて損なさそうな武器。9ターンスキルで操作時間3倍、盤面76、強化 50% 目覚めですね。
まあ武器として悪くないんじゃないのっていう感じかな、うん、武器が一番なんだったら魅力感じたかな。意外と使えると思いますよ、この手の武器って。エノーラとかも使うじゃないですか。エノーラ武器って闇と木の泥鏡プラス2個ずつ持ちだったかな、とか76にするスキルだったかちょっと忘れましたけど、うん、なんか似たような感じを受けますね。泥鏡2色プラスで2個持ってるってなかなか優秀なので、うん、この武器は持っておく価値は全然あるかなと思いましたね。はい、ということで以上ですかね、今日発表されてるキャラクターは。また明日おそらく詳細で全てのねキャラクターのパワーアップとかね明らかになるかなと思いますので、またいいキャラいたら厳選してね紹介をしていこうかなと思います。今日はちょっと僕の気力次第ですが、この後ね強化に期待してるキャラクター5000とか6000ぐらいを、動画にしようかなと思ってますので、よければそちらもねお待ちくださいといったところで、今日はこんな感じになっております。ハイウィンドねめちゃくちゃ強いです。はい、もう本当に泥鏡武器の中でもトップクラスに強いと思いますので、必ずね手に入れましょうといった感じの性能でした。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。